このエリアは封鎖されています。下がってください。ノーマン・ジェイデンだ、FBI。バッジを拝見してよろしいですか？ああ、もちろんだ。どうぞ、お通りください。ブレイク警部補を探してるんだが、いるかい？少し前に到着されているはずですが。ありがとう。録画開始。捜査官47023、ノーマン・ジェイデン。2011年10月4日火曜日、午前8時14分。ブレイク警部補、FBI のノーマン・ジェイデンです。署に寄ったんですが、ここにいると聞いたので。雨と死体と拘束しかないところにご苦労なこった。マイク、あのブルドーザー野郎に5分間動かさないように言っとけ。話もできやしない。了解しました。おい、来るのか、ジェイデンさん。それで、事件の経緯は？犬を散歩中の男が今朝6時頃に死体を発見した。それ以上は分かっていない。調べた限り折り紙殺人鬼の犯行と見ていいだろう。推定死亡時刻は？死後硬直からすると6時間以内だろう。検視が終わればもっと情報が入る。検視はどうなってる？こちらに向かってます。もう1時間も待ってるんだぞ。死因は何ですか？外傷はない。多分歴史だろう。いつも通りな。死体の身元は？まだわからん。後で情報が入るだろう。手がかりは何か？部下がくまなく捜査しているところだ。犯人が何か残していれば必ず見つけ出す。トニー、レポーターどもを一人たりとも現場に近づかせるな。いいな？はい、警部補。メディアが騒ぎ立てているみたいですね。貪欲なハゲタかと思うね。スクープのためなら何だってやるやつだ。いい迷惑だ。現場はサーカス状態だよ。悪いが俺はちょっと忙しい。署に帰ってからまた話さないか。ええ、わかりました。もう少し調べてもいいですか？ご自由に。おい、ジェイデンさん、何か見つけたら教えてくれ。いいな？チームメイトだろ。ARI、 死体は仰向け。暴力を振るわれた形跡はなし。ランが被害者の胸の上に置かれている。被害者の右手に小さな折り紙。死後手に握らされたのだろう。右太もも表面に傷。血液分析によると死後つけられたものと見られる。死体を移動した時につけられたものだろう。血液情報から長時間の疲労状態がうかがえる。
被害者の顔は他同様泥で覆われている。被害者はジェレミー・ボウズ、5日前に失踪。資料参照のこと。ARI、ランの花粉を検知。死体に残された花のものだ。ARI、花粉は草むら部分で途絶えている。痕跡はここまでのようだ。ARI、線路上に血痕が残っている。分析によると、被害者のものだ。花粉の跡を追うようにして足跡が続いている。犯人のものかもしれないな。ARI、 線路裏のフェンスで血痕を検知。被害者のものと一致。死体を遺棄する際にフェンスをくぐって傷つけた。ARI、 線路裏の道路脇にタイヤの跡を検知。犯人のものかもしれない。一通り見終わったかな。俺はオフィスに戻る。あんたは？十分見られたし、私も行きます。